どうもこんにちは、坂東です。ようやくですね、PC の環境が整ったので、それを皆様にご報告するというね、動画を今回は作ってみようと思います。結論的にはですね、4K の動画編集を十分にできる環境が今回整いました。順番を追ってね、パーツを買い揃えていきましてね、まず PC 本体自作したじゃないですか。で、その次にメモリーのデュアルチャンネルにしていなかったという問題が解決できて、メモリーは 16MB なんですけれども、一応 4K のマルチカム編集がネイティブでできるようになりました。ところがですね、その次に 2K の動画編集が、この 2K の動画っていうのは AVCHD なんですけれども、これがテロップ2本までしか重ならないという問題が出てきて、結局メモリーの増設、それからグラブの増設をしました。結果的にはですね、テロップが2本までしか重ならなかったのは、動画が AVCHD だから、 AVCHD ってのは 2K までしか対応しない動画規格ですね。 2K で動画が AVCHD だったから、ものすごい処理が PC にかかって、そしてテロップが2本までしかね、再生できていなかったんじゃないかなっていうね、そういう懸念があるわけです。なので今回は 2K の MP4 の動画を動画編集して、でそれでテロップが何本まで重なるかっていう実験をしていってみたいと思います。これでね、グラボがいるかどうかっていうのがね、結論出ますんでね。というのもですね、今現在2016年5月の6日なんですけれども、 4K モニター導入ディスプレイ設定編の動画にですね、こういうコメントが来たんですよ。自分の知人に映像関係の専門家やクリエイターがいます。その中であなたの動画を見せたら、失敗失敗の連続をドキュメントしたいのじゃないでしょうか。グラブなしで 4K 動画編集やるなんてバカなのとまで言われています。まずはミドルクラス以上のグラブを買いましょう。でないと永遠に 4K 動画のできないピエロに終わりますよ。こういうコメントをいただいたんですね。結論的にはですね、グラボなしで 4K100Mbps の動画3本のマルチカム編集できる環境がグラボなしで構築できたのは、前回前々回の動画をねご覧になったら分かっていただけると思うんですけれども、じゃあ 2K の AVCHD の編集がテロップ2本までしか重ならない、これきついですよね。これができないじゃないかというご意見がね出てきます。でもですね、一眼動画、今これ撮ってるやつですね、これで MP4 で撮ればね、まあ問題ないわけですよ。ただビットレートがね、やっぱりかなり上がります。 AVCHD に比べてね、 50Mbps くらい出さないと AVCHD 並みの画質が出ないんで、なんですけれども、そこを目をつぶって、もう AVCHD のホームビデオカメラっていうのを諦めてですね、例えばこの GH4 のような MP4 を使って 2K の書き出しができる動画がこの PC でテロップ7本ぐらいまで重なれば、もうグラブはいらないということになるわけですね。ただここでも前提の話があって、 EDIUS の機能で GPUFX というトランジションがあるんですよ。これはですね、やはりグラボの能力をものすごく使う機能なんですね。どういう機能かっていうと、例えばこう爆発する破片が飛び散っていくようなね、そういうトランジションがあって、それはねたまに使うんですよ、僕の場合ですが。そのトランジションがのプレビューがですよ、しかもそのプレビューが遅くなるということを我慢しさえすれば、ね、グラボはなしでもねいけと思います。もちろんグラボに代わる内蔵 CPU 内蔵 GPU っていうのがきちんと機能した上でですよ、やっぱりですね、 CPU 内蔵 GPU のグラフィックスパワーはもう PCI エクスプレスボードに取り付けるミドルクラス程度の GPU のパフォーマンスに比べたらもう10分の1ぐらいなんですよ。なのでそこの GPUFX っていう機能をどう見るかでグラボをつけるつけないを判断した方がいいと思います。ちょっと前置きが長くなりましたが、 MP4 2K の動画でテロップが何本重なるか、これの検証はちょっと今から準備をしてやっていきます。はい、どうもです。それではですね、 2K の 60p の動画がですね用意できましたので、テロップを重ねていってみたいと思います。はい、それではですね、まずはグラボの機能を無効にするところからやっていこうと思います。グラボ外すのはもうちょっと嫌なので、デバイスマネージャーのディスプレイアダプターの
NVIDIA クラドル2000M2000 の右クリックで無効を選択します。このデバイスを無効にすると機能をしなくなります。デバイスを無効にしますか。はいはい、これでグラブが動いていない状態ですね。そうすると、あ、来た来た来た、うん、一応出力はできるみたいですね。はい、それではプロジェクトを作ります。はい、これでこの動画は 2K60pMOV ですね。 50Mbps です。で、これにテロップ1、2、3、4本重ねてみました。再生できるかどうかテストしてみます。うん、問題ないですね。どんどん重ねていってみます。はい、10本重ねました。どうでしょうか。ああ、10本はきついみたいですね。7本いってみます。7本きついですね。5本いってみます。はい、5本ぐらいが関の山かな。ちょっとカクついてるけれども音は大丈夫ですね。4本いってみます。もう一度。あ、これ手ブレかということは6本がダメ、5本が OK。 はい、というわけでですね、グラボなしの状態だとこれディスクアクセスは大丈夫か、 SSD ですね。はい、グラボなしの状態ですと 2K の動画は5本までテロップ重ねられます。まあそこそこ編集ができると思います。なので結論、 GPUFX を使いたいという人はグラボを買ってください。それ以外の方はグラボなしでも 4K の動画編集できます。もうね、コメントでね、グラボ買え、グラボ買えってね、いっぱい言われたんですけれども、4K の動画編集が僕はやりたいんですよ。 GPUFX がやりたいわけじゃないんですよ。 GPUFX もたまには使いますけれども、なので結局ね、そうだな、もう一度ですね、グラボの機能をオンにして確認してみます。はい、今デバイスマネージャーでグラボをオンにしました。レディウスを起動します。はい、先ほどと全く同じ動画です。テロップ5本やってみます。っていうか、これちょっとずつずらしていけばいいのか、なんでもっと早く気がつかなかったんだろう。よし、ではやっていきます。テロップ1本、テロップ2本、テロップ3本、テロップ4本、テロップ5本、6本、7本、8本、9本、10本。おお、さすがクワドロ。テロップに GPUFX を使っていなかったとしてもクワドロの効果がねあるんですね。なるほど、さっき僕が言ったですね、 GPUFX を使いたかった人はグラボを買ってくださいって言ったんですけども、テロップをたくさん重ねたい人もグラボを買ってください。そうですね、何本までいけるのかな。こんなたくさんテロップ重ねることはまんまないんですけど、10本ぐらいテロップ重ねるのは、そうだな、バラエティ番組でもない限り僕はやらないかな。僕はテロップ5本7本重なればまあいいですわ。それ以上の編集はやったことはないな。まあそんな話はどうでもいい。テロップをたくさん重ねたい人もねおられるでしょうし、どこまでいけるのかちょっとやってみますね。はい、20本までいってみます。どの辺からいこうかな。10本目あたりからいきます。8本、9本、10本、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。どこまでいけんの。すごいね、クワドロ。はい、30本まで重ねてみました。20本目からいってみます。あ、ちょっともう遅いですね、この辺りで。どっからだ。15本目あたりからちょっと確認してみます。15、16、17、17あたりからなんか怪しいですね。これさっきと状況が違いますね。この辺のものをいっぱい追加したからかな。まあとにかくですね、まあ、こんなことあんまやらないんで意味がないんでやめときますけれども、クワドロを使えばテロップが15本ぐらいまでは重なるということですね。テロップ15本重ねたい人はクワドロを買ってください。そして
GPUFX を使って派手なトランジション、それからそれをリアルタイムで使いたい、プレビューしたいという方はグラブを買ってくださいということになります。はい、本日の動画は以上となります。バイバイ。